ワールドカップといえばね、はい、もう本当に1ファンとしてやりきれない思いっていうのが、ドーハの悲劇ですよ、これはもうね、なんだったんでしょうか、あれは。だってもう、ワールドカップ出場、もほとんど、でしたからなんだったんでしょうか、サッカーの神様ってなんであんなことするんでしょうね、しかもあの時って北沢大、北澤達成、北澤達成ってみんな言ってたのに、うね、なぜか監督があれ、どうでしたか、見てて、えー。まあ、俺だろうと思ってましたけど、当然、いつでも行く準備してたわけですよね。はいはい 監督の前、ウォーミップしてましまただけど、まあ、監督の頭の中では違ったのと、うん、まあ僕は一次予選で怪我してたんで、はい、まあ最終的に間に合わなかったというかあ信頼を獲得することはできなかったんだなっていうふうふには思いましたけどもただ、これ、まあ、おっしゃる通りそりサッカーの神様どう考えてこうしたのかなっていうのはずっと考えてましたけどねだって、北沢さんの人生にとっては、まあ、もちろんその後のフランス大会のこともありますけど もうあれはもう絶対忘れられないことでしょうっていうか何、ね、だったんですかねあの時だってすんなりワールドカップ行ってれば別にね <laughs> まあねいろんなこうポジションやスタイルやシステムが変わってきたから、はい、まあ役割としてなくなったっていう話でしたけども最終的にはね全、まあ、敗したっていうのもありましたけども最後の試合はねそのフォーメーションをまた元に戻したりとかしてたんで納得できないなっていうのもありましたけども、はい、言ったなりのことではなかったんで、えー、けどまあそこを言っててもしょうがないなって。 っっていうふうふに思ったりとかしましたしまたただドーハの時になんでだろうと思ってアメリカ行きましたよ僕ワールドカップ見になんで出れないワールドカップは何が違いがあるんだと思ってその違いがよく分かんなかったでジけど芹城一さん連れてって一緒に横であの軽くし批評行ってもらいながら見てましたけどもまあそれでもよく分かんなかったですけどねただまあ4年間もっとレベルアップをするためには全体をこう引き上げるようにしなきゃいけないなっていうのは。 考えてましたけどもね今回で言うとやっ2010年から2014年かなり4年間で選手たちも成長してるしまた違うワールドカップになるんじゃないかなと思いますけどもね本当にもう我々がね見てるだけでも悔しいとかなんかなっていうのがあるのに北澤さんの場合本当少年の頃からもうサッカーずっとやって、はい、ワールドカップ出るのが夢で,で特にドーハの時とかはもう本当にもうあと一歩って時にああなっちゃってしかも自分出してもらえなかったって、うん、チームメートはみんなね出てほしいと思ってたのに。 こういうことがあった時って人間ってその後どういうい心の動きにななるもん,なんですかそうですねまあ距離感は自分で感じますよ。数数セセンンチチワールドカップまでも数センチとか自分が監督に「北沢行くぞ」って言われるか言われないかの数センチだったりとか何かに表していかないとあまりにもなんかこうぼんやりしすぎてあと自分の感情のそのむ、はい、かつく感情が強すぎちゃって。 なんか考えきれないんでちょっと距離にしないとこれは分からないなと思ってこれもうほんとすごい素人の質問になっちゃうんですけどやっぱり監督は絶対的なもんで選手の方からね俺監督出してくださいよとかって言えないもんなんですか、まあ、少年団とか言うかもしれないですけど <laughs> 言ってましたけどね <laughs> はいまあ大人になってからはねやっぱなかなかそうは言わないですけどけどメッセージを送ることはもちろんできますけどもねうん,うんいやでもああいう時ってほんと一瞬の判断がね もうすごい重大な結果になっちゃうわけで日本のサッカー全体にとってはどうだったんですかなドーハってなん,なんであんなことがあったんでしょうまあ行ってしまえばそれでも良かったなというふうに思いますよ行けなかったことがあるから今があるって、うん、まあ綺麗にはもちろん言えますけども、うん、けどあそこ行ってたらもっと今もっといいんじゃないっていうのもあるし一、はい、大会早く出れてるわけですからまあ深く考えますよ今でもワールドカップ始まれば考えますし夢見たりすることありますよありますありますね、えっと、まあ,あとは想定してみたりとか じゃあ今もっとこの辺が変わってきてたんじゃないのかなとか、はい、やっぱ繋がってきてるじゃないですかずっとあの時から93年からそこの流れを自分でシミュレートしてみたりとかしますよ、はあ、でどうあの悲劇で済むかなと思ったら1998ですよ、はい、もう本当に北沢さんなんで先週もお話し,しましたけどだって J リーグの開幕の時からもう北沢さん本当にものすごく貢献したわけですよ日本のサッカーになんでそれなのにワールドカップフランス大会は まあ貢献度はあんまり関係ないんでしょうね、まあ、したらカズさんなんかも言ってるでしょうし<ー>、うん、そこにやっぱり巡り合わせというかそういった監督とのやろうとする作家だったりとか相性だったりとか、うん、その時の日本の世界の中の位置づけだったりとかっていうのでやっぱり変わってくるっていうのもありますけどもねでも相性お友達とお酒飲んだりする時っていうのはやっぱり盛り上がるんじゃないですかそういう話題っていうのは。 みんなだって心に残ってるんでそうですねこの間オフト監督がキャリアを終えて、はい、もう監督やらないっていうことでみんなで集まったんですよはい、はい、その時に絶対聞こうと思ったんですよ <laughs> なんであの時俺使わなかったなんて言ってましたけどやめました言いかけたけど <laughs> あ〜今と言ってましたけどお前が俺に聞いたとしても俺は答えないって言ってました <laughs> あ、それ言う前にそう俺。 一応なんでって言い始めたんで大体彼は分かってるんですけどえそ,そんなことがあったんですかお前が俺にそれを聞いたとしても俺は答えないええー。けどサッカーさんそんなもんだって言われましたねうわこの番組始まって以来の大スクープになるかなと思ったんですけど <laughs> 今いやでも時々しますねでもそれって監督もやっぱりずっと心に残ってるってことですよね当然ながらそうですねまあただやっぱ監督の立場なんかも当時はよくわからない部分もありましたけどもだんだんね監督として 考えた時にはそれがあってたとか間違ってたとかっていうのは言ってはいけないことだと思うので、はい、もう一度決めたことはうんと思うんですよそれはやっぱり結果どうあるかっていうのはいろいろ出ると思いますけど、はい、まあそういうことなんだなっていうふうには思いますしへえ。でも考えてみたら人生でそんな大きな分岐点っていうか運命の分かれ目ってなかなか経験できないじゃないですかそういう意味においてはそこに行けたってだけですごいですね やってきたことには間違いはないと思ってるしあんまりそこで自分を否定しようというふうにも思ってなかったですしあとは今立場変わって人をこう育てていくというか、はい、どう導いていくかっていう中でいうと僕には逆にそういった経験があるんでそういったことまでも配慮しながらいろんなことを考えられるっていう方にはなってると思いますけどもね確かに北澤さんが言うことは説得力が違うかも。 <laughs> なんかそういうことを経験してるから、はい、選手の側も聞くかもしれないですねそうですねただ今回以前にも23人決まりましたけど、はい、解説者として23人どうでしょうって言われるじゃないですか、はい、けど決めなければいけないところもあるじゃないですか解説者として、はい、けどすごい嫌ですよあやっぱり逆にそういう自分がそういう立場になっちゃうと選手の気持ちを外さなければいけない選手はそこに出てくるじゃないですかす嫌ですね。あでも逆に将来だから、はい 例えば代表監督やられれるることにななった時、はい、どうされますす自分の経験があるわけじゃないですかだからって放棄することはないですけど、はい、けどそういうことには人生左右することだから、はい、そこまでのことを考えてやらなきゃいけないしだから軽々しく監督に立つっていうことも持っちゃいけないなと思ってますよ。なるほど。うん、それこまで、まあ、たかがサッカーではなくて人生っていう部分も踏まえた中での決断ができなきゃいけないんじゃないかなっていうふうには思いますよ監督っていうのは。 これね僕、大変興味があるんですけど、<ー>名選手が叶うしも名監督になるわけではないと、うん、要するに現役時代、なかなか活躍できなかった方が、実は監督になると、すごい名監督になったりもするじゃないですか、うんうん、これ、何なんですかね、その監督として優れた方っていうのは、どういう方なんですかねまあもちろん指導者の中でも、監督に向いてる人とはい、はい、コーチに向いてる方も分けられてくる,る,ると思うので、そこを間違えてしまうと、うん、精子的ににはコーチ向きなのに監督やると、 やっぱりどうしてもうまくいかないって人もいますね北澤さんどっちやられたいんですかまあなんかその辺を見極めてますよだけどどっちかというとそんなこまめの方ではないしん、うん、どっちかというと判断してこく方のが好きなんで監督ですねその判断する要素をどういうふうに準備しながら決断できるかというところだと思いますけどもねどあと先見えないと無理ですよねこのラジオを聞いてる方ってのはいろんなお仕事とかされてるんですけどその指導者ないしは監督とかチームを率いる立場っていうのはね、うん、どの世界でもあると思うんですよ、うん で北ささんでまさにだからいろんてまにいなな経験してるわけじゃないですか、うん、それこそワールドカップとのいろんなことがあってどういうリーダーっていうか指導者っていうのは望ましいと思われますうーんはっきり言えんのは行き先の決まってない人は無理でしょああそうですか <laughs> ビジョンというかもちろん世の中が変わるように日々変わることもあってもいいと思うけど、うん、ある程度の方向性は自分の中で持ってないのは無理ですよねそこは大きくないですか だからさっき言ってるようなそのリアクション的にしかいつも発想してない人っていうのは多分その向きではないと思いますしそれってやっぱり現場経験大事ですかもちろん専門的なものが出てくるんで現場に長くいた方がいいという部分もありますけどけど考え方は多分企業の社長とかも変わらない部分があると思うのでそういう人が来ても結構やりちゃったりとかすするるものもあるんじゃないですか北田さんはサッカー以外だとどういうところからそういうね ンンビジョンだととかか人ののの指導ってことのヒントってててこヒトは得てるんですかなるべく1週間に1回はサッカーとは関係ない人に会ったりとかいうところは積極的にありますねいろんな考え方聞いてみたりとかちょっと違うじゃないですかフィールドが違うくても、はい、けど共通するところってあるじゃないですか、はい、そういうのは見てますしあとはその社会貢献でやっぱり世界に出てくっていうところもやっぱ世の中見ていかないと分からないっていうのもあるし。うん でサッカー解説の中でも一つのリーグは1年間にわたってずっとやりたいなっていうのがあってトレ,あトレンドがやっぱり変わってくるじゃないですかはいはいやっぱトップリーグを見とくことによって、まあ、世界の三次先端というかトレンドをどうキャッチするかっていうことも持ってないとできないしいつまでも10年前の僕のサッカーの考え方が今でも生きてるっていうわけにもいかないじゃないですか,だからそこを変えていくっていうことを持たなきゃいけないしっていうのがありますけどね忙しいいですね非常になんというか <laughs>、はあ まあそうですねいろんなものをキャッチしとかないとっていうのはあるんじゃないですかね。やっぱりサッカーの世界ってかなり進化してるってことですよね早いですね。だからワールドカップなんかでもどういうワールドカップだったのか例えば守備的なワールドカップだったのか、はい、逆に言えば攻撃的なワールドカップだったのかっていう時代の流れによって違ってきたりとかするのでその辺の見方も面白い部分だと思いますけどもね。今一番気になるサッカー界のトレンドって何ですかまあそれがある意味ワールドカップで見えてくるっていう部分でもあると思なんですよ。や、うん、やっぱやられない方がいい方がんで けど、それはある程度力がないからそれをやることであって、うん、やっぱ攻撃にウエイトを置けるっていうのはある程度チーム力を持ってるとこなんでそこをやっぱ中心に寄っていくとトレンドがやっぱそっちに寄っていくっていうことになりますよね。これから我々見るんですけど、はあ、どういうところにポイントを絞ってみたら分かってきますかそういうことって。あ解説者の話聞いいてくださ 会社長の話聞きなががら見ると意外とポイントが分かってくるか <laughs> まあそれは立場的には言いたいところなんですけどただ <laughs>、うん、解説者によってもその結果を言う人と先を言う人と違いがあったりするのでこの解説者は先追って言ってるなとかこの解説者は応援しかしてねえなとか <laughs> そういう見方も必要かなっていうふうに思いますけどそうだったらまあサッカーを見てる人と見てない人の差ありますけど次どんなのかって見方の方が面白いですよ。 一人も先に喜びますからねあ<ー>入るんじゃねみたいな入ってから喜ぶよりもそれってやっぱり必要な能力ですよねそうなんですよ皆さん北沢剛さんの解説の試合を見てください <laughs> 北沢さんが数字が取れる解説者だという評判がまず業界に広がり <laughs> そしてそれが将来の日本代表監督へのです、ね、道につながるとこれからの夢ってなんですかねやっぱりワールドカップの優勝じゃないですか日本は そそこにどどどうういい形ででで関わりたすすかうんそれが今の僕の僕行動なんですけど、ね、なんけねるほど、えー、まあ途上国に行ったりとかすることもそうですし、はい、そこで、まあ、アジアのレベルが上がることにもつながればというふうに思ってますしまあうん小さい子供たちに教えるのも、はい、将来この子が何らかのことをやってくれるんじゃないかっていう、はい、僕の経験を何らか伝えているところもあるし。なるほどはい そういった世界中にサッカーのそのを広げながら、もう夢はもう、うね、ワールドカップ優勝という、はい、そ,こそこにやってきた行動がつながっていくことが、一番幸せなことだその決勝戦のピッチの横にいるって感じですかね。はい、ああ、いいですね。広まる背負ってね、はい、戦うってのはどんなな感じなんですか僕も最初分かんなかったですけど、はい、自分以上に一つのゴールにこう喜んでくれる人がいたりとか。はいはい 負けると俺以上に人たちが出ててきこれは間違いなく日本代表って人のために戦う場所だなっていうのはその時気づきましたけどね自分のためじゃねえなっていう嬉しいあの我々ね代表戦見てるじゃないですかテレビで日本代表が手に入れるじゃないですかそうするともう近所のいろんなところから叫び声が聞こえてくるんですよあの現象はねいやすごいっすよね僕ね90年の時にブラジルに留学したんですよ90年のワールドカップブラジルで見たんですけど 本当にワールドカップ始まると車一台回しないし誰もいなくなるんですよ。<laughs> ああで点が入ると花火、ボーンとか上がってみんなが騒ぎ出すんですよ。はいはい、で試合があるとみんなが出てきてみんながこう踊り出すっていうこんな時代が来ればいいなと思ったんですけど <laughs> 来てますからね今回のワールドカップに一番期待してることは何ですかもちろん成績いや順位もあるんですけど、はい、なんかこう心に残るのが欲しいですね感動っていうかやっぱこうだよね日本代表ってみたいな。 なんかその言葉がキーワードとなって出てくるような時期かなと思ってるんであーそうかそうするとなんか結構誇りに思えないですか確かにすげえ負けても、うん、そうなんですよ戦いぶりいです試合の戦いぶりで何かそうですよねああ心にポーンとくるものがあったらそれいいんじゃないっていう感じですけどねいろんなことがあった北澤さんだからこそ言える言葉ですね <laughs> それ本当にだって順位とかそういうもんじゃないですよね それも大事だけど、うん、もちろんそこの方向には向かっていかなきゃいけないと思うんですけどもう北澤さんの予想によると日本代表は予選リーグを突破しそして決勝トーナメントでブラジルとやることになるんじゃないか、はい、こういう素晴らしい予想がついていまますすすす本当に楽ししみですねぜひ私も北沢さんの解説する試合を見たいいいと思お願ます。